こんばんは、ジュリーです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE の友達と Facebook の友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、ドキッとするモテ遅れの仕草というお話をさせていただきたいと思います。女性は本当にね、男性のいろんなところを見てたりとか、いろんな仕草だったりとか行動だったりとかを、見ていてドキッとしたりとかするんですけれども、一体どういう仕草、まあ、仕草っていうか行動かなをしているかというと、例えば普通にこう歩いていて、で、車道側にいたらブイってね、内側に入れてくれたりとか、これってね、ベタなんですけど、意外と男性ビビっちゃってやれない人なかなかね、多いと思うんですよ。でも、あ、危ないよって言ってピッてやって話す、すぐ話す、そうするだけでも女性は、あ、私を守ってくれたって思ってくれますので、ぜひそういうシチュエーションがあったらやってみてください。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達を募集してます。 YouTube では話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 Facebook、 そしてチャンネル登録の方もお願いします。はい、では今日はもう一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。